東映 T、JOY 株式会社 TJOY は東京都中央区に本社を置くシネマコンプレックスの運営や映画の制作、配給などを行う企業。シネマコンプレックスチェーン TJOY を全国で運営している。オープン当初からデジタルシネマシステムを持つスクリーンを有しており、衛星配信を用いて複数の映画館へデジタルデータで配給するシステムも導入されている。 基本的にペプチコーラを販売している。子会社に映画やテレビ番組などの映像コンテンツゲームソフト、演劇、ビデオ等映像出版物の企画、制作、販売などを行うアマゾンナテルナを持つ。かつて存在していた新潟東演劇場の後継映画館である。デザインはフィールド4デザインオフィス。2019年に T-Joy オリジナル企画のプレミアムシアター T-Rex をシアター10に導入 T-Joy 東方シネマズ共同事業体運営は T-Joy 旧新宿東映会館跡地に建設された新宿バルト9が運営するカフェオアゼを併設旧名称 T-Joy 大泉東映東京撮影所内に併設された OZ スタジオシティ内にある OZ スタジオシティは、地下が、駐車場、1階が、飲食店、2階が、ゲームセンターと、スタヤ CD、DVD ショップレンタル、4階が映画館となっている。東映東京撮影所で撮影された映画を、上映する際に、セットの一部や小道具、撮影風景の写真などを展示することがある。エントランス部には、東映東京撮影所貢献者ギャラリーと称し、 高倉健、吉永さゆりの腕型と大型の写真パネル、投影に関わった経営者や映画監督、俳優の手型と写真パネルが常設展示されている。2010年にリニューアル。坊主社の音響システム、プルミエシアターサウンドが採用されており、どこからでも良い音響効果が得られるようになっている。デザインは、フィールド4デザインオフィスによる。 2016年4月1日より、プリンスホテルとの共同運営に移行し、現名賞に変更した。旧名賞、品川プリンスシネマ。日本で唯一のホテル直営によるシネマコンプレックスとして運営されてきた。2016年4月1日より、ティジョイとプリンスホテルとの共同運営に移行し、現名賞に変更した。シアター11にアイマックス。 デジタルシアターを導入。横浜駅西口開発ビル計画の一環で建設された JR 横浜タワー内に入居。映画上映以外にも多目的な利用を意図したエンターテインメントコンプレックスとして運用を計画しており、映画だけでなく演劇等の実演や最新映像、音響設備によるパブリックビューイング、講演会、コンクール、 発表会など多目的ホールとしての性格も併せ持つ。JR 横浜タワー内の店舗と連携し、購入した弁当などを楽しみながら鑑賞する、フードシネマも展開する。旧スクリーンすべてにレーザープロジェクターと 3D、対応スクリーンを備え、シアター4には、神奈川県内では、初となる、ドルビーシネマが導入されている。桜木町駅前の複合ビル。 キューリック港未来内に入居。ティ・ジョイ、小区マルチプレックスシアターズ、東急レクリエーション共同事業体。デザインは、フィールド4、デザインオフィスによる。横浜ブルク13が運営する、カフェワセを併設。シアター7にアイマックス、デジタルシアターを導入。ティ・ジョイ、シーズシネマズ株式会社共同事業体として、x y g シネマズ。 ソガの名称で開館したが、合弁相手であったセガサミーグループとの提携解消により、2010年9月1日に玄関名に変更。2019年に t イオリジナル企画のプレミアムシアター t ックスをシアター7に導入。コーノス氏が所有し、t ジョイが運営する日本初の市民ホール融合型シネマコンプレックスで多目的ホールへ。 県用のシアター1県多目的ホール B、営業専用のシアター2から8で構成される。当初は、千葉工業が運営する、シネマックスコーノスとして2009年7月15日に、開館されたが、東日本大震災の影響で2011年3月11日より、休業、12月15日に閉館となり、その後コーノス氏によって取得され、 ティ・ジョイが運営を担う形でコーノス・シネマとして開業した。かつて存在していた梅田東映会館の後継映画館である。当初は小竹・マルチプレックス・シアターズとの共同運営であったが、現在はティ・ジョイの単独運営である。2019年にドルビー・シネマをシアター1に導入。デザインはフィールド4デザインオフィス。ティ・ジョイ。 東方シネマズ共同事業体。TJOY 系列劇場で唯一の 4D 設備である MX4D をシアター6に IMAX デジタルシアターをシアター10に導入。全スクリーンが DLP 対応している。デザインはフィールドフォ4デザインオフィス。デザインはフィールドフォ4デザインオフィス。2018年11月23日に日本では 初のドルビーシネマ対応館となった。T-Joy クルメが運営する、フライドポテト専門店、キッチンオアゼを併設。2017年に T-Joy オリジナル企画のプレミアムシアター、T-Rex をシアター1に導入。T-Joy、ウラク工業協同事業体。デザインは、フィールド4、デザインオフィス。シアター 12iMax、デジタルシアターを導入。T-Joy。 最北シネマ株式会社共同事業体、稚内市は1988年に稚内劇場と日本劇場の2館が閉館して、以降、映画館が開無状態となっていた。そんな中、建設会社、富士建設の代表、藤田幸弘とレンタルビデオ店を営んでいた高橋一平の2人が代表となり、2009年8月18日に、 同市と地元企業からなる第三セクター会社として最北シネマ株式会社を設立し2010年6月12日か内では22年ぶりの映画館として複合施設北から内にオープンした開業にあたり延別町出身の映画評論家である品田祐吉が特別顧問を務めている日本最北端にある映画館であることから鑑賞権に 最北の映画館へようこそと記されている。サンスクリーン250席とィジョイ直営館としては最小規模であるものの、シアター1とシアター3はリールディに対応している。輪っか内駅直結。東方シネマズ、小畜、マルチプレックスシアターズ、T ・ジョイ共同事業体。運営は、札幌シネマフロンティア株式会社。小畜マルチプレックスシアターズティジョイ共同事業体運営は札幌シネマフロンティア株式会社小畜マルチプレックスシアターズ 東方シネマズ、ティ・ジョイ共同事業体。かつて存在していた、梅田ピカデリー1.23.4の事実上の後継映画館であり、運営も、小畜、マルチプレックスシアターズが行っている。小畜、マルチプレックスシアターズ、ティ・ジョイ共同事業体。運営は、小畜、マルチプレックスシアターズ。参入以前から存在した投影ビデオの同様の部門とは、 グループ内でありながら競合している。先延のべの事業と同様、東映ビデオが制作した実写作品に加え、東映アニメーションが制作したマイナー作品を主に配給している。そのため、シネコンを運営する企業でありながら、開始当初から、東刊独占配給ではなかった。代表作には、HK 変態仮面や、エヴァンゲリオン新劇場版、9などがある。また、 ヒットした場合、続編は、親会社の投影による配給に変わることがある。投影グループにおける、小規模配給部門であるため、東方映像事業部の映画配給と競合する。ありがとうございます。